ようこそ手塚治虫ゼルマチャンネルのなにがしでございます。この動画では講談社発行の手塚治虫全集をベースに手塚作品をガイド的に紹介しております。前回までの紹介動画は概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧になってください。今回はその紹介動画の第17弾、ついに最終回となりました。予定ではですね、全8回で終わるところを17回まで行っちゃいました。すいません。興奮してですね、どんどん話が長くなっちゃいまして、手短に簡潔にお伝えするつもりが倍以上になってしまいました。今後はねちょっと反省したいと思います。それではぜひ最後までお見逃しのないようにお付き合いくださいませ。それでは本編スタートです。はい、ミッドナイトですね。1986年の作品です。このミッドナイトという作品はですね、ブラックジャックと同じく週刊少年チャンピオンで連載された作品です。テーマはですね、モーリーのタクシードライバーという設定です。1話読み切りタイプの作品で、行きずりの乗客とのエピソードを描くというスタイルですね。夜はいろんな顔を持っている。その顔を一つ一つ覗いていく男がいる。その名はミッドナイト、というキャッチコピーの作品です。タクシードライバーというのはいろんな人の人生の一瞬を見てますよね。そして時にお客さんの普段見せない素の素顔を見ているわけであり、そんな設定をですね、手塚先生が描いて面白くないわけがありません。読みやすい1話完結形式ですので、初心者でも楽しめる入門編といった感じの作品ですね。ヒューマンドラマで、あのブラックジャックのタクシードライバー版って感じのイメージを持てば分かりやすいかなと思います。そしてなんと、あのブラックジャックが登場してくるんですから、またファンもたまりません。まあこの作品はですね、なんといっても最終回でしょう。超いわくつきの最終回です。この最終回はですね、あまりにも衝撃的すぎて、単行本やこの全集版にはなんと収録されていないんですね。どのように衝撃なのかは、まあ、ここでは言わないでおきましょう。ヒントはですね、ブラックジャックが登場しますということですね。ブラックジャックといえば超難解な手術と。ここまでです。ちなみにですね、インコ博士の手塚治虫封印漫画考察という YouTube チャンネルがありましてですね、そのチャンネルでこの最終回についての考察をしているので、興味がある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってください。そしてそれぞれに発行されている単行本によって収録作が異なっておりますので、最終回が読みたい方はぜひチェックをしてから、読むことをお勧めしております。手塚先生の死後にですね、発売された秋田文庫版には収録されております。まあですね、アトム、トリトン、三つ目が通るなどもそうですけども、手塚作品の最終回にとんでもない展開が起こるというのは、まあ、ファンの中ではね当たり前のことですので、僕個人的にはですね、まあよくまとまった方だなと思っております。ですけど手塚先生自らがね、掲載しない方向を選んだというのは何か意図があったんでしょうね。ともかく手塚作品にはですね、いくつもの違うバージョンが存在することが多いです。一通り読んだつもりでもですね、他の出版社から出ているものには違う話が入っているものも手塚あるあるの一つですね。これも、このミッドナイトもですね、その一つです。あと未収録がですね11か12話ぐらいあるそうなんですけれども、まあこれもそんなに驚きません。こういうのもですね、手塚作品って結構ありましてですね、未収録や最終回違いが複数あったりとですね、とにかく手塚先生というのは書き直ししたり追加したりというのがね、大好きですので、まあ、読者をよく混乱させるやんちゃ坊なんですよね。全く一円にもならないのに、どこにも発表することもないと分かっていても書き直ししたことがあるというぐらい書き直しオタクです。でもね、それが手塚治虫なんですよ。ですので、どんな手塚オタクであってもですね、手塚作品を全部読んだよっていう人はね、おそらく日本中探してもいないんじゃないかなと思います。
はい、続きましてはロストワールド鹿版ですね。1942年頃の作品と言われております。鹿版とはですね、主に自費出版で作成される書籍のことです。これはですね、1948年のロストワールドの前身となるものでですね、後に、メトロポリス、来たるべき世界とともにですね、初期 SF 三部作と呼ばれる手塚治虫初期の代表作のうちの一つです。実にですね、このロストワールドは5回にわたって執筆されたとされています。もう何が何だか、分かんなくなってきますがですね、以前紹介した全集版のロストワールドは第4号版でして、この鹿版がですね、第1号の作品となっております。自費出版までしたのかはちょっと定かではないですが、かなり荒削りでですね、商業的に販売できるというレベルではありません。それもそのはずなんですけれども、これはですね、手塚先生が中学の2年生か3年生頃にね、書いたものとされております。少年時代の手塚先生がですね、鹿版と、冒頭に掲げた、コメントがあります。これは漫画にあらず小説にもあらずという一文をね、わざわざ歌っているところなどは意気込みが大したものだったようですと、手塚先生本人がですね、後年に語っております。今となってはですね、商業的というよりもね、天才手塚治虫の変遷記録としての立ち位置が強い作品ですね。はい、こういう感じになっております。これはですね、手塚先生本人も語っているようにですね、漫画というよりもですね、落書きというような感じですね。ストーリー云々というよりも手塚先生の落書きを楽しむといったような作品でしょうか。はい、続きましてはネオファウストですね。グリンゴ、ルードヒ、ビーと共に描かれた手塚先生最後の絶筆です。驚くべきことはですね、絶筆の3作品のテーマが全く違うということです。これをどうやって同時進行して描いていたのか、本当に摩訶不思議ですね。しかも亡くなる間際で病院のベッドの上で描かれていたものもあり、意識が朦朧とする中でも何度も何度もペンを握ってモルヒネを打ちながらも原稿に向かったとも言われています。手塚先生がいかに変態で膨大な知識量を持ち、書きたい欲求と創作意欲を死ぬ寸前まで持ち続けていたかがわかります。当然ながら全て未完に終わるのですが、どの作品も非常にクオリティが高く、完結していたならばきっと名作傑作になったであろうと思わせるほど魂の込められた作品群となっております。そして本作はですね、あのゲーテのファウストを元にしたもので、実に生涯にわたり3回漫画化しております。一つはですね、1950年子供向けとして初代ファウスト、続いて1971年の戦国時代を舞台に侍的ファウストを描いた百物語、そして本作の1987年当時の現代版ネオファウストですね。本当のゲーテのファーストというのは、この世の全ての知識を得ながら真理を知ることができなかった老博士ファウストが悪魔メフィストフェレスに魂を売る契約を交わし、もう一度若さを取り戻すというお話です。本作のですね、それをベースに一ノ関教授という年老いた学者が宇宙の真理を知りたいと願って、悪魔メフィストに魂と引き換えに若さを手に入れ、契約をしてですね、青年に生まれ変わった老教授が第二の人生を生きるというストーリーになっております。若さを手に入れて人生をやり直すと、もしくは新しい何かにチャレンジしたいと願う願望は誰にでもあると思います。ここにですね、くしくも手塚先生晩年の思いが明らかに表意している感じがしますね。最も恐ろしいのがですね、作中で胃がんで亡くなるキャラクターがいるんですが、本人は胃潰瘍と説明されたままこのキャラは亡くなっていくんですけれども、当時はまだがんの告知を伏せていた時代背景がありましたから、がんと知らされずに亡くなっていくということはあり得る話なんですけれども、実はこれ手塚先生の病状と全く同じだったんですね。手塚先生も胃がんで胃潰瘍と告げられ亡くなられたんですね。結局最後まで胃がんと知らされずに亡くなっていくのですが、自身も、
医者だったためですね、おそらく気づいていたんじゃないかなと思われます。そしてあえてそれを作品の中に織り込んだのかもしれませんが、それは今となっては誰にも分かりません。この偶然とも言える奇妙な一致はですね、何か意図があったんじゃないかなって考えてしまうのも不思議ではありませんね。手塚先生はこのファウストに何を求めていたんでしょうか。若さを取り戻して、手塚先生のやりたかったこととは一体何だったんでしょうか。まだまだやり残したことはあるんだと口にするこの老教授のセリフとですね、手塚先生の秘めた思いがですね、どう見たってリンクしちゃうんですよね。本作で描かれていただろうことはきっと手塚先生の求めていたことと一致すると思います。その一端がですね、本作にも現れているはずなんですけれども、残念ながら志半ばで本作は終わりを迎えることになります。このファウストという作品の最後の方の未完部分、これはですね、ペン入れされていないネーム段階の原稿があえて掲載されております。徐々に白くなっていく原稿、最後は文字だけになっていき、その文字すらもだんだんと読めなくなっていきます。まさにろうそくの火が消えかける寸前のような儚さを感じ取ることができます。まさに手塚治虫の生涯最後の作品と言えます。手塚治虫というですね、とてつもないエネルギーが消えた瞬間を白紙の原稿から感じることができると思います。僕はですね、これほどまでに白い原稿からメッセージを感じたことはありません。ぜひ漫画の神様と呼ばれた巨匠の最後の絶筆ネオファウスト、ぜひご覧になってください。はい、続きましてアドルフに次ぐですね、1983年の作品です。これはですね、もはや漫画ではありません。芸術的な純文学作品と言えます。もう極上のエンタメ作品です。もうね、これスタートがもうたまりません。峠宗平というキャラクターがいるんですが、彼はですね、記者の仕事でドイツへオリンピックを見に行くことになります。そこでドイツに住む弟から重大な話があるから下宿に来てほしいと言われていましたが、少し遅れて到着すると弟は何者かによって殺されていたんですね。警察に引き渡すと遺体が行方不明になり、何か裏の黒幕の匂いを感じます。真相を追いかけてみると、弟は国家を揺るがすヒトラーの出生の秘密を知っていたというストーリーなんですね。ここから話が史実に沿ってどんどんシリアスでミステリアスな展開になっていくんですが、この峠宗平、実は主人公ではありません。彼は本作の狂言回し語り手であって、主人公は3人のアドルフなんですね。舞台は第二次世界大戦中のドイツ。アドルフ・カウフマンとアドルフ・カミルという2人のドイツ人と、あのアドルフ・ヒトラーの3人が軸となり、アドルフがたどる数奇な運命を描く歴史大河作品となっております。カウフマンとカミルの2人のアドルフはですね、子供時代を親友として過ごしながらも、ナチスドイツによって絆が引き裂かれていきます。まあ見事なぐらい引き裂かれていきます。もう価値観がですね、どんどん変化していきます。正義というものが味方によって変わる怖さ、環境によって人格が変わる怖さ、これが見事なまでに描かれています。心優しい少年だったのに、ナチスドイツの教育を受けて変貌していく様はまさに恐怖です。国家とは、日本人とは、人種とは、手塚先生はいろんな差別漫画を描いてきましたけれども、この作品がですね、一番リアルかもしれないですね。それはですね、一番イメージできるからとも言えますが、晩年のですね、円熟した技法というのはまさに圧巻です。ぐいぐい
物語に引き込まれていきます。そして戦時中の混乱というのはですね、本当に恐ろしさを感じますね。国家にはエゴイズムがあって、それぞれに正義が存在しており、それぞれの正義のぶつかり合いが描かれているんですけれども、もう何が正義なのかわからなくなってくるんですよ。ネタバレになりますが、友達のお父さんを殺すシーンはですね、初めて見た時はかなりの衝撃でした。宗教、イデオロギー、ナショナリズム、民族や人種差別、人々がですね、自分の置かれた環境の中で正義を振り回しているんですね。あのヒットラーですら当時は絶対的なヒーローだったんです。今振り返ると恐ろしいことですけれども、例えばですね、今感染症という脅威によって世界が混乱していますけれども、仮にこの状況をですね、救う絶対的な主導者が現れたらどうでしょう。おそらくですね、皆さんその救いの手に人は無造作に従ってしまうんじゃないでしょうか。ヒットラーもですね、最初はそんな感じだったと思います。論理だけではない正義、正義なんて簡単にねじ曲がってしまうと、そういう人間の危うさ、暴走する理性がここにはリアルに描かれています。そして社会の崩壊、友情の崩壊、人間関係の崩壊、理性の崩壊、誰のせいでもない運命に翻弄される3人のアドルフの物語です。めちゃくちゃ面白いです。手塚治虫のですね、最高傑作のうちの一つ、アドルフに次ぐぜひとも読んでほしい一作となっております。最後にですね、この語り部峠宗平の最後のセリフをご紹介いたします。正義ってものの正体を少しばかり考えてくれりゃいいと思いましてね。つまんない望みですが、はい、それではいよいよ最後の作品となりました、トンカラ谷物語です。こちらは1955年の作品となっております。少女漫画の短編ばかりを集めた作品集となっております。はい、見てください、全400巻完結、ついにここまで来ましたね。こちらが最後の作品となっております。この作品はですね、どの作品もですね、非常にキャラクターとタッチが可愛くてですね、めちゃくちゃ丁寧に書き込まれてます。手塚先生初期のですね、まさに滑るようなペンタッチ、漫画家やイラストを志す方ならぜひ一読の価値ありですよ。これはストーリーなんかこの際もう見なくていいです。もうこのタッチ、デザインを見るだけのためにこの本を見てください。一コマ一コマが非常にデザイン性がありですね、動きもあり、驚異的な完成度です。まあ見たらわかります。それなりにね、絵やデッサンに精通している方なら、もう見たら度肝抜かれます。それぐらいの漫画ですから。そしてチンクと金の卵という作品は、あのリボンの騎士ガイデンのチンクが主人公となっている作品です。ぜひご一読してみてください。はい、というわけでついにこれで手塚治虫漫画全集のガイド紹介最終回となりました。面白そうだなと思える作品がありましたでしょうか。少しでも参考になれば幸いでございます。400巻をですね、一気にガイド的に紹介するつもりでしたが、なんだかんだで17段にまでなってしまいました。こちらはリストとしてまとめておきますので、ぜひチャンネル登録をしてお時間のある時にでもゆっくりと見てみてください。このチャンネルではですね、まだまだ手塚作品をじっくりと紹介をしていきますので、ご意見ご感想リクエストなどあればお気軽にコメント欄にコメントしてみてください。コメントは必ず目を通しますので、今後の動画配信の参考とさせていただきます。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。